教皇ピウス12世、黒い貴族の一人黒い貴族は、1870年から1929年にかけてのイタリア王国のローマ問題において、ローマ教皇と教皇庁を支持する立場を取ったローマ、貴族たちの呼称。黒い貴族たちは、ローマ教皇領を占領して1870年9月20日に、ローマ入場を果たしたイタリア王国の統治者、サボヤ家に忠誠を誓うことを拒み、 教皇ピウス旧世の側に着いた。彼らはその先祖がかつて教皇庁に仕え、教皇により、貴族に劣勢られた者たちの子孫で、教皇庁や、教皇の宮廷において、数用な地位を占めていた。彼らは自分たちの住むローマの宮殿、邸宅の扉を閉じて、権力を失った教皇のもに服した。1929年のラテラの条約の締結により、黒い貴族たちは、 イタリア王国とバチカン四国の二重国籍者となった。黒い貴族に属する貴族家門の多くは、教皇に仕える貴族儀上兵を出していた。1931年、スペイン王アルフォンソ13世は、カトリック諸国のすべての貴族家門出身者に貴族儀上兵となる資格を認めるよう願い出たが、教皇ピュース11世はこれを認めず、1970年に、 廃止されるまで強皇中世派のローマ貴族のみが貴族儀上兵を出し続けた。1939年に強皇ピュース十二世となったエウジェーニオ・パチェッリも黒い貴族に属する貴族家門の一員である。黒い貴族を構成する主な貴族家門としては、コロンナ家、マッシモ家、オルシーニ家、パラビチーニ家、ボルゲーズ家、オデスカルキ家、サケッティ家、ルスポリ家などがある。 すでに家系の絶えた者としては、サブリケ、カエターニケ、コンティケなどがある。改革派の教皇パウロ六世が彼らから恩恵や特典を剥奪すると、教皇庁と黒い貴族たちの間には、過根が残った。1977年5月、エルビーナパラビチーニコープ人を指導者とする一部の黒い貴族は、聖ピオ十世以外の創立者、マルセルル・フェーブル大司教の指示を表明した。 ありがとうございます。